今日は中国セッションということで、テーマは世界に選ばれる離島ブランディングということでご一緒させていただきたいと思います。最初にそれぞれの参加者の自己紹介と、今どういうことをしているかというような話をいただこうかと思いますが、今しゃべっている私はですね、白井と申します。ちょっとスライドを共有させていただきたいと思います。このスライドはご覧いただけますでしょうか。私自身は国際交流をミッションとする、公益財団法人で仕事をしてきました。特にここであるジャパンインサイツというプログラムを最近、しておりまして、外国人による日本研究者の方々がいろんなユニークな研究をされています。そういったものを学術発表ではなくて、分かりやすい形で社会にこう開放していただくというか、社会にお知らせいただく、エッセイのようなものを、ウェブに上げています。で、そこにはですね、日本人が気がつかない、世界から見るとここが面白いよねっていうようなことがいろいろ書かれているので、そういったものをうまく使いながら、各地域の、そこに眠っている文化をもう一回掘り起こそうということを、考えて、その掘り起こした、世界の視点で掘り起こしたユニークな文化を世界の人と共有して、さらに、新しい価値を生もうと、これが大きな、インバウンドから地域創生へという流れになるんではないかということで、いろいろ活動しています。今日もメインというか、メインの一人であるアマチュアさんの青山さんいらっしゃいますけど、アマチュアさんのとはですね、沖ノ島っていうのは過去に後鳥羽上皇、それから後醍醐天皇も流されてるわけですね。で、天皇が流される島って一体何なの？そこに流された天皇たちは武力ではなくて、特に後鳥羽上皇の場合は武力ではなくて、和歌という文化を使って、世界の中心であろうとし続けた。で、その和歌は1000年も超えて、今の現代もまだ短歌として生きていると。一体それって何なんだっていうのを、このカナダの先生がいろいろ分析をしてくださってます。もう一つは日本刀なんですけど、この後鳥羽上皇は、海士町に流されて19年ほど暮らされるんですが、ずっと刀に対して関心を強く持たれていて、じゃあなぜ上皇が刀にそんなに関心があったんだろうと。刀って日本人にとってどんな意味があるんだろうと。で、今、刀世界ではですね、人を殺す道具ではなくて、美術工芸品として大変人気ありますけど、じゃあ世界はどうして刀に興味あるんだろう、みたいなことを、ここにいる彼は、元イギリス大博物館の、キュレーターだった方で、今、日本にいらして、日本刀の研究とかされてますけど、そういう方に、エッセイを書いていただいてます。で、現在、アマチュアの皆さんと、これをどういうふうに伝えると、外国の方がもっと面白くアマチュアに興味を持ってくださるか、また逆にそれによって、アマチュアなり我々日本人が、よりもっと深く我々の文化を知るにはどうしたらいいか、そんな今、アクションを起こしています。ということで、今日はこのセッションのモデレーターというコーディネーターをやらせていただきます。よろしくお願いします。じゃあ続いて、青山さんお願いしてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。白井さん、アレックス・カーさん、小松さん、ご無沙汰しております。皆さん、本当に今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。私は今、白井さんからもご紹介いただきました、島根県の沖ノ島の中の一つにあります、海士町という町で、今、円筒という新しいホテルを7月1日にグランドオープン待つ、直前のところで、新しい形のホテル、そしてジオパークの拠点施設というのを作ろうとしております。私自身はもともと出身が北海道だったんですけれども、ご縁があって、15年ほど前に海士町の観光協会で拾っていただきまして、島の観光業、そして島のブランディングというところにずっと長らく関わらせていただきました。ちょうどたまたま4年前にですね、こちらのホテルの前身がマリンポートホテルという名前で経営をしてたんですが、ホテルの代表に就かせていただきまして、それ以来、アレックス・カーさんはじめ、小俣さん、白井さんとですね、いろんな方のアドバイスをいただきながら、島の観光業だったり、島のブランディングってどうあるべきか、そして、観光そのものってどんな役割なの、地域にとってどんな役割があるんだろうかということを、
をずっと模索をし続けてきました。それを島会議と呼んだりしてですね、いろんな関係人口の方とこの島のあるべき姿、そして離島のブランディングというところを模索してきました。自分の中ではその一つの仮説に基づいてというか、その中の一つの答えとして、今回、今画面共有させていただいてますが、円筒というですね、ホテルでもあり、ジオパーク、隠岐世界ユネスコジオパークの拠点施設でもあるこの施設が、どんな役割を果たせるのかというところを、これからまさに挑戦しようとしているところです。今日は皆さんよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それじゃあ、アレックス・カーさん、お願いできますでしょうか。子供の時から日本に住んでまして、もうかれこれ50何年、54、5年ですね。で、大学アメリカ、イギリス、日本と行ったり来たりして、70年後半からずっと日本なんですけども、まだ大学生時代に、1973年に徳島県の山奥にある祖谷、祖谷の桂橋で有名な祖谷なんですけれども、祖谷の山奥に一軒のかやぶき屋根の民家を見つけて、もう買ってしまったんですね。で、それはとても安い買い物だと思えば、やはりその後の、葺き替え、改修、大変な作業になりましたね。しかし、それが始まりとして、古民家再生ですね。今度、亀岡の、今私が座っているこの亀岡の家も、かなりの、空き家でしたね。これを直して、あちこち数箇所直していって、京都で、町家再生ですね、数軒やって、ついおじがですね、都の、あれ、長崎県の沖合にある、五島列島の一番、上の方にある島、おじかとの、付き合いができて、ついおじかで7軒ほど、改修して、8軒ですね、8軒直して、そのうちの1軒は、レストラン、やりましたけれども、宿泊施設として。で、その事業はもう後でね、後半の方に触れたいと思いますけれども、亀岡、祖谷、宇治川などなどで、これまでで、全国で約45件近く、あちこち、直してまいりました。で、つまり、過疎問題、少子化問題、特に僻地、ほとんど私の仕事は僻地巡りですね。祖谷も大変に、かけ離れた場所で、陸のことですね。そんなような場所との付き合いで、何を学んだかということを後で、話したいと思います。はい、ありがとうございます。それでは続いて、小俣さんですが、今日はタイのバンコクからご参加いただいているということで、よろしくお願いします。皆さん、サワディーカー。バンコクにおります、観光庁の小俣と申します。今日はよろしくお願いいたします。私はですね、今、バンコクになぜいるかということなんですけれども、去年の9月から、ちょっと休職をしておりまして、主人の海外赴任がありましたものですから、ちょっと家族で、ちょっとこちらに帯同しまして、もう一旦ちょっと仕事を休もうと思って、なかなか人生こういう経験もないなということで、2年間ほどですけれども、期間限定で今こちらに来て、去年の9月からなので、そうですね、だいぶもう経ってしまいましたけれども、こちらで、ちょっと専業主婦みたいな形で生活をしております。なんですけれども、休職中なんですが、一応公務員としての身分はそのままなので、こんな形でですね、また観光の仕事にこう、お休みしながらも関われて、すごく嬉しいし幸せだなというふうに思っております。私はですね、実はここにいらっしゃる皆さんとは実はお会いしてたりとか、白井さんと青山さんとは島会議で2回ほどですね、私はお邪魔、島の方にお邪魔をさせていただいたご縁があってお会いしておりますし、実はアレックスさんとも滋賀県で、おかみさん、旅館のおかみさんの経営者の会で勉強会があったんですけど、その時に実はご一緒そうしでて、すね、そうです。もちろん観光庁の仕事でもいつも大変お世話になっ
て、はい、なのでとてもなんか今日はちょっと嬉しいなと思って、はい、参加させていただきました。まあ、ちょっと国の、ね、今のちょっと政府の方のど真ん中にいるわけではないので、ちょっと政策的な話とかちょっとそういった観点ではちょっとお話ししづらい部分は若干あるんですけども、逆にちょっと離れた立場でこうフラットな立場でですね、少し日本から離れて、まあ、観光もちょっと引いた目線で、むしろ消費者みたいな形になるかもしれないんですけども、そういった観点からお話とか、まあ、とはいえいろいろ全国海士町もそうですし、離島についてはそうですね、礼文とか、佐渡とかですね、そういったところも実はいろいろ行ったりとかもしたこともあるので、自分の経験も踏まえて一緒に皆さんとこうお話ししながら、また発見とか気づきがあればいいなと思っています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、お聞きの皆さん、こういうメンバーで今日は進めてまいりますので、よろしお聞きの皆さんもぜひよろしくお願いいたします。この後ですね、ディスカッションに入るんですが、まあ、テーマは世界に選ばれる離島ブランディングと。で、まあ、この場合必ずしも離島というか、離島ということは、まあ、すごく離れているということなので、さっきアレックスさんの言われてたような、まあ、僻地というかですね、国内に本土の中、もしくはいろんな各州の中でも、しばらく少しアクセスが難しいようなところも含めた議論ができればという気がいたしますが、やはりその多くの方、まあ、今日ご覧になっている多くの方、海士町さんのことはよくご存知だと思うんですが、その中でそのやはり今回新しく、遠島という大きなチャレンジを始められているので、先ほどちょっとイメージ画像はありましたけど、もう少しそのこれを進めるにあたって、しかもこの世界に選ばれるための施策としてこれを選ばれたと、こういう施策を進められているという観点で、少し青山さんから具体的なお話をいただけるといいと思うんですが、いかがでしょうか。ありがとうございます。そうですね、こちら遠島というプロジェクトに向かったのはですね、大きく2つの流れがあったのかなというふうに思っています。一つはこの海士町も沖諸島もですね、私たちも含めて力不足のところもありまして、観光業としては非常にこうお客様も減り続けてきて、でかつ、いわゆるその事業者の数自体もどん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 島としては減ってきてたという経緯がこの10年15年とですねありました。で、情報発信をですねやっぱり頑張ろうということはあったんですけども、そもそも受け入れる担い手、受け皿、そして何より離島の観光において宿が非常に重要になる、日帰りができない島ですので、宿が重要にもかかわらず宿の数がどんどん減り続けてきたという経緯がありました。その中で、みんなが全員、手をつないでみんなで頑張ろうということよりは、もう少し戦略的に、単価を分けたり客層を分けたりということを、地域の中で、ビジネス B&B に特化する宿、ゲストハウスに特化する宿、ビジネスに特化する宿、そしてインバウンドや一人旅、女子旅に特化する宿、そうしたことをもう少しこう戦略的に地域として、宿の住み分けをしていこう、ポジショニングを地域の中でちゃんと取っていこうという中で、その中で特にインバウンド対応、さらには先ほど来いろんなやり取りの中である高付加価値中長期滞在のターゲットに対しての受け皿が島に今欠けてるんじゃないかと、そういった中でそういった方々に喜んでいただけるような宿泊施設を作ろうというのがまず一つの流れでした。でもう一方で、沖諸島としては10年前から世界、ジオパークのですね、世界ユネスコジオパークの登録をしていただいて、沖4島そのものがジオパークの素晴らしい場所である、地球を知るに、素晴らしい場所であるということをずっと探求し続け、それを教育に落とし込み続けてきた背景があったんですが、それを地域の魅力としてしっかりと世界に発信していくにはまだまだ足りていなかったんじゃないかというところをですね、観光や産業と教育が別々にやるんではなくて、来ていただいた方にジオパークというこの地域の土台を知っていただきつつ、その上で島の魅力をしっかりと味わっていただくというような戦略に移行しようという中で、ホテルはホテル、ジオパークはジオパークではなくて、ジオパークの拠点施設としてそこがたまたま泊まれる滞在空間であるということのチャレンジをしようということで、今回、泊まれるジオ拠点施設ということで遠島という施設を作るに至った経緯でございます。はい、
簡単に言うとそういった形です。遠投の位置づけってどういう位置づけなんですか、ね、ハイブローっていうか、そのいわゆる高額ホテル、もしくは何かそのコンセプト的に主張のあるものがあるんでしょうか。ありがとうございます。地域の中では価格帯という意味では一番高く価格帯になりますし、いわゆる滞在泊数も1泊というよりは2泊3泊といった中長期滞在を想定して作りました。いわゆる今までの隠岐諸島の中ではアクティビティだったり、いろんな交流事業というものをたくさんやってきた島なんですけども、それも当然継続しつつも、もう少しじっくりと時間を、ノイズがない時間とノイズがない空間で、地球にポツンというキーワードを持ってるんですけども、そういったコピーの中で、大自然を前にゆっくりと滞在していただくための施設として、今回建設に至ったという。分かりました。今一つその遠投の位置づけが僕はまだちょっとクリアじゃないんですけど、一方でそのアレックスさんは日本中にいろいろな形でコミカを再生されたりですね、その地域に根付いたものをうまく生き返らせて、そこで活動をこうご指導されてきてると思うんですけど、そういった意味で多分今回のように天町に、非常に素晴らしい新しいアイコンのようなホテルをボンと建てるというコンセプトとは多分違うお考えをお持ちでずっと活動されてるんじゃないかと思うんですけど、アレックスさんのその地域創生に向かうお考えのようなものを少しお伺いすることはできますか。はい、アイコン的なホテルは池永家ではないんだよ。それは美しくデザインされて、周りの自然に溶け込んだ形であればね、それは島のためになると思います。ですから別にね、古民家再生ばっかりがいいっていうのはなくて、ただしですね、青山さんのおっしゃったように、まずね、宿泊がネックっていうことが多くの、僻地全体にはそれは言えるけれども、特に島の場合ね、たまたま、私がね、今年の、去年の12月にね、こんな本が、ちょっと見えるのかな、日本巡礼っていう本を出したばかりで、日本の隠れ里ですよ、基本的に。隠れ里巡りで、その中に青ヶ島行ってきたんですね。で、青ヶ島って幻の島でなかなか行けないところで、まずね、宿泊施設非常に少なくて、これから、観光客をもっと、たくさん受け入れたいと思っても、かなり限界あると思うんですね。で、そういうことが全国的にあると思って、オジカもそうですし、もちろん、イアもそうでしたし、あと、沖もね、宿泊施設こと。つながってます？聞こえます？ちょっと今音悪かったです。もしもし、大丈夫です。困っちゃったね。どこまで行ったかね。いずれにせよね、宿泊施設を増やすっていうのは1点ね。はい、でもう1点っていうのは、古民家っていうのは文化財ですよ。日本の文化遺産。はい、で、それが全国的に、今、現在ですね、1000万件空き家ありますよ。あと十数年したら2000万件に増えていくのと予想されてまして、つまり一大社会問題なんですね。で、日本のそういう木材建築の住居文化としての文化遺産がどんどん崩れていく、捨てられていくっていうことは、国としてはあってはいけない残念な姿だと思うんですね。ですから、一国に二はっていうか、古民家を残しながら、一つの文化財って言って、文化資源を残しながら観光業を、やっていくっていうメリットがあると思うんですね。もちろんそれに、いろんな別の形ね、ホテル作ったりそういう形はあってもいいけども、それはやはり古民家の、プラスだと思いますね。わかりました。ありがとうございます。あとごめんなさい。古民家のもう一つのメリットっていうのはね、小規模なんですよ。ね。で、バラバラにある。うん。一箇所に全部集まってるんじゃなくて、点々として島とか村とかあちこちに
まあ、散らばっているので、なんていうんですかね、お客としてはちょっと世からはばかりたい、静かに、過ごしたい人たちにとってはね、もってこいんですね。そのこともあって、今回のそのコロナ、去年ね、今はちょっとわからないけど、去年は京都などより稼働率良かったの、いやは。それね、ソーシャルディスタンスなんだから、都会に行きたくなかった、みんな。そう。そういうこともありますね。そうですね。古民家っていうか、こうポツンとしたところだと、なんかまあ自分探しというかですね、ちょっとほっとしたり、何か少し日常と違う環境を持ちたいなと思ったりすると、とてもいい環境かな。特に世界から来ると、日本ならではのそういう建物を使えるっていうのは素晴らしいことなのかもしれません。一応この今お二人のお話伺って、小松さんいかがですかね、そのいろいろ海外からご覧になっててお二人の意見。すごく今ちょっと面白いなと思ったのが、そのコロナによってすごい世界がガラッと変わったじゃないですか。それは観光の世界もそうですし、私たちの生活も変わったけれども、まさにその古民家の役割が新しくまた何ていうのかな、アップデートされたんだな、そういう瞬間があったんだなっていうのがすごく興味深かったですね。なんかやっぱり自然観光とか密にならないものがこれから流行っていくみたいなことを考えた時に、地方のポテンシャルとか、あと離島も来てしまう、離れたところに来てしまうっていうのはすごく魅力になるなと思うんですけど、一つそういう今までなかなかこうアップデートできなかったようなこととかもコロナによって全部まっさらになったので、今一度なんか考えるきっかけを今なんかみんなが平等にもらってるんじゃないかなって、私はすごく、もちろんピンチなんですけど、なんか新しく考えたりとか、なんかそういうなんか時期なんだろうなっていう感じがしますよね。でやっぱり人数にこう追われて、なんかちょっとこうなんていうのかな、目先のことにとらわれてたけど、腰据えてこうもう一度今一度自分を見直して、地域のことを見つめ直したりとか、今まであった既存のものをどうやってアップデートしていくのかとか、そういったことをなんか考える時間を今全世界的、日本だけじゃなくてですね、もらってるんだろうなっていうふうに、そういうふうに見てます。わかりました、ありがとうございます。青山さん、その先ほどちょっと言われたんですけど、そのお客様を少しこう分けていく、その例えばまあ、ホテル的な静かなというか、まあ、あれと、まあ、リラックスする環境で、まあ、ジオパークをご覧になりたいようなお客様と、それからエアビーのようなもうちょっと簡易型でこうコミュニティというか、その宿泊者同士の何かはを作りたい方々とか、それからもしくはその民宿的なところで、まあ、地域の生活にどっぷり入り込みたいな方々の、まあ、お客様のその行動パターンに合わせて、まあ宿泊を提供できるようにしようというふうに、されてたと思うんですけど、その辺のこうお考え方とか経緯とかっていうのはお聞かせでいただけますか。ありがとうございます。そうですね、もともと先ほどもお伝えした通り、その離島観光において、まあ、宿がやはり本当にアレックス・カーさんおっしゃられた通り、宿が重要なんだということを早くから注目をしておりました。でその際に、いろんな民宿、いろんなタイプの宿があったんですけども、そこにさまざまな客層が混在していることと、サービスが基準がそれによってブレるっていうことが地域の中では多分に起きてるんだなということもよく分かりました。それによって単価が、言い方悪いんですけども、そのサービスの低い方に合わせてしまう単価設定に田舎としてはなってしまいがちだということもよく分かってきました。でその中で、じゃあ客層をこういくつかに分けよう、整理しようということを考えた際に、この島に来られる方が宿に期待することとして、一つは、島の人たちと出会いたい、要は個性的なおかみさんだったり、島の人たちと酒を飲み交わしてがっつり交流したいんだっていう、本当に民宿さんがすごくこう強みとされているお客様、そしてそういった宿、もう一つで、実はそのそういった出会いだったり景色だったり島旅をすごく楽しみにしてるんだけども、宿にはプライベート空間が欲しいんだというお客様、こちらのお客様については清潔性だったり快適性、そして Wi-Fi が通じるといった、そういった機能性がしっかり必要だということも整理ができていきました。
こうした主には交流と快適性みたいなところが、これまではいろいろと2つ大きく2つに分けて整理をしてきたんですが、もう1つさらにこの島に来られている大切なゲストの方々と話していて、それを選べるというような宿のあり方、それは交流したいときに交流もできるし、プライベートを確保して自ら自分に内面に向き合ったり大自然に向き合うような時間をゆったりとしたいと、それをお客様のタイミングによって選べる、そういった宿のタイプというのも求めていることが分かってきました。今回の遠投はそこへのチャレンジだというふうに、思っています。でもう一つは、ごめんなさい、話が長くなっちゃってあれなんですけども、宿のあり方そのものに対しての共感性だったり、ホテルとか宿の事業性が地域の中でどういった経済波及効果なのかとか、今の SDGs の観点で環境負荷だったり、むしろこの地域が社会に対してどういうモデルだったりどういうインパクトを残そうとしているのかというところに共感を持って、来てくださる方も非常に増えてきたなというふうに感じておりますので、まあ、そういったメッセージを、灯す宿というところで今回チャレンジしているつもりになっています。なるほど、どうもありがとうございました。やはりこの地域のブランディング、それから海外からお客様を迎える上でやっぱり宿っていうのは極めて重要であるということを今皆さんからお発言、いただいたんだろうと思います。それでその宿と地域の、文化もしくはブランディングって、ブランディングっていうとちょっと私はなんかマーケティングみたいなイメージがちょっと違うかなと、言葉はですね、もっとこう地域のアイデンティティをきちっと立てていくとか再確認するっていうようなことかなと思うんですけど、再確認して、まあ世界で共有するっていうことかな。そういう意味でその宿と、まあ、地域のそのブランドとの関係性については、そのアレックスさんはどのようにお考えでしょうか。まあ、まず宿に関しては快適だとか便利だけじゃなくてですね、やっぱりしゃれた環境を求める客が多いんですね。でよく富裕層云々って今キャッチフレーズでみんな、そういうものを目指しているようなんですけれども、僕はね、富裕層ってほんのわずかでね、そんなプライベートジェットで来る人たちは、まあ、たまにいるのはいいけれどもね、基本的に海外から来る、そのインバウンドの話ですね、まあ、日本人もまあまあそこそこの中流の人たちが、まあ、メインなんで、そのレベルに目指したらいい。ですから安宿の、今までは田舎イコール安宿で、そこまでしなくていいんですよ。である程度レベルアップして一泊、まあ、1万とかせいぜい2万とかそのぐらいまで、まあ、ちょっと遠投はどうなってるか分かりませんけれども、しかも少なくともおじが嫌な場合はそういうふうにしてる。で、そうするとバックパッカーレベルではないんですね。民宿ではない。けれども、まあ、そこそこ都会の東京の人とか大阪の人、それから海外から来た人たちには手が及びやすい、世界のレベルとまあまあマッチしてる。ヨーロッパのどっかの田舎行ってもね、そりゃ150ユーロとか200ユーロのとこだっていくらでもあるわけ。ですから、変に思えない。かといって一晩5万とか10万っていうのは厳しい。なかなか来てくれないと思うし、そういう人たちを望むと、事業は細々くなると思うんですね。まあ、それに一点。もう一点はね、こうブランディングの問題なんですけれども、昔ね、それこそアマチュアだった、よく忘れたけど、何もないがあるとか、もしもし、はい、あ、聞こえないですか。いや、ちょっと聞こえないですかね。あ、ちょっと面白いかったんで、もう一度そのアマチュアのないものはないの話か、まあ、なんかそんなようなスローガンがあったと思うんですけれども、そうじゃなかったですか、青山さん。ありがとうございます。ないものはないです。ないものはないと、はい、ないものがあるっていうことにしようよ。ね、いや、まあ、もうそういうの、はい。ね、で、そのないものがないっていうのは素晴らしいスローガンで、一歩進んでですね、それこそ今回のその日本巡礼の僕の本は隠れ里巡りでしたね。で、海外の特にうちの客の多くは
それこそ隠れ里を目指している。Hidden village, hidden ですね。Hidden villages。そういうものをもっとね、強調していったらいい。これが普通ではいけない。隠れてるのとこなんだよと。そういうことがあって、みんな、イヤに行きたい。オジカに行きたい。簡単に行ける観光地、有名観光地じゃないんだから、行ってみたいんだと。ね。それこそ青ヶ島は極端なんですけれどもね。沖だってなかなか大変行こうと思えば大変な場所なんでね。それをね、メリットとして、プラスとして、隠れてる場所だという、隠れ里、として、もっと、なんていうんですか、表に持っていたらどうですかね。日本人もそうですけど、この頃ね、日本人もインバウンドもみんな同じだと思うんですけども、ある全員はそうではないけれども、ある一層、ある層がやっぱり隠れた、普通は簡単にはいけない、そういうちょっと神秘的なところに行ってみたいっていうのがしっかりいるわけなのでね、彼たちにアピールすればいいと思います。なるほど。ありがとうございます。確かに神秘的なもの。そのアマチュアさんの場合は、その宝探しの宝は、ジオパークです。神秘そのもの。もう、で、ジオパークは、私がアマチュアに行ったのも、かれこれ10年以上経つと思うんですけどね。その時、ジオパークの話はまだしっかりできてなかったと思うんですね。ですから、一層魅力的になってくると思うので、それをうまく、利用していけばいいね。今、駒田さんいかがですか、今みたいな話。私も宿と地域のブランディングのところなんですけど、ずっと旅館の方とお仕事してたこともあったので、すごく密接にそこつながってるなと思っていて、宿ってやっぱり地域を生かし、でも地域に生かされてる共存共栄の関係だと思ってるんですね。で、その宿で過ごす時間って暮らしの縮図のようなものだと思っていて、食べたり休んだり、お風呂入って美味しいご飯を食べて寝るみたいなものを、違う、こう誰かの日常にお邪魔をして体現するもの、体験する、そういう空間だと思うので、もうその宿そのものが地域だっていうふうに私はすごく思っているんですね。なのでやっぱりそこで青山さんたちが、ちょうど島会議の最初の2013年かなにお邪魔した時ですかね、これからの島のその在り方とか、その中で宿をどうしていくか、今既存の宿も含めて、あと足りないものは何なのかみたいな議論をされているのを伺った時に、あ、すごいなって、なんか嬉しいなって思ったし、でもやっぱそこをやっぱ話して考えてはいけないんだろうなっていうふうに改めて思ったっていうのが一つあるので、やっぱり地域にとっての宿っていうのは、もちろんその経済効果の、なんていうかな、こう循環する機能としての、ものっていうのが一つ役割もあると思うんですけれども、やっぱりそこに委ねることで地域をもう体験、そのまま体験、五感を使って体験するような存在だろうなっていうふうに、すごく自分も実感としてありますね。あとはそのブランディングの話なんですけど、今日の、ね、テーマのところとかにもありますけど、私も白井さんと同じで、なんかそういうマーケティングとかで、なんか誰に売るか、どういうふうに発信して国内外の人に届いてきてもらうかっていうことよりも、なんかもっと前に何とかやることがあるんじゃないかなと思っていて、それはやっぱり皆さんがずっとお話ししていたように、何でしょう、そもそもブランディングのスタートとして、なんか自身の地域のことを、なんかどれだけなんかちゃんと真剣に向き合ってきたのか、来ているのか、それともしようとしているのかっていうのがすごく大事なんじゃないかな。そういう機会と時間を作るっていうことがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思っていて、結局なんかこう地域も会社も人と同じだと私は思ってるんですよね。なんか人格があると思っていて、で、沖は今ジオパークのその理念とともに、円筒もあり、これまでの島の産業とかもこう全部こうつながって前に行こうとしているわけなんですけど、じゃあ自分たちの町は何なのかってなった時に、温泉もあります、美しい景色もあります、美味しい海産物もありますってみんな言ってるけども、結局なんかこうどれを見ても、なんだろう、もう金太郎飴みたい、どこ切っても
日本のどこのぞいても同じような発信がされていたりとか、同じ匂いがしたり、同じ色に私には見えるんです。もっとカラフルであっていいと思うし、もっと違うはずって思っている、そういう期待を持っている、あの人がみんな違うように。だからなんかそういったものをなんか今一度、それこそ、まあ、今人がなかなかこうやって国内外の人が、まあ、国境も空いてないですし、こうバーッと来て、あの忙しくなる前に、今だからなんかそういったものを一度見つめ直す、そういう時間をきちっと中の人がまず機会として作って、何が自分たちは好きでこんな価値観を持っていて、これは得意なんだけど実はこれはちょっと苦手とか、そういったこともなんかキラキラしたことだけじゃなくて、その恥部というか自分のちょっと恥ずかしい部分も含めて、もうとことん向き合う。で、できたら中の人だけになると、なんかオラの街これすごいよねみたいなのがちょっとこう、なんていうのかな、熱くなりすぎて割とこう視点が狭くなっちゃうので、できれば外の方、それは例えば旅行者だったりもするかもしれないんですけど、ここでいう外の方っていうのがいわゆる関係人口みたいな、例えば私みたいなものはアマと、まあ、長くお付き合いさせてもらって、遠藤の今回ちょっとウェブのお手伝いも少しさせていただいたんですけど、そういうちょっとこう引いた目線で、でも中に一緒に入って覚悟を持って、覚悟を見つめてくれる人、伴走してくれる、そういう人をあの一緒にこう巻き込んで、あのそういう時間を作ることで、まず自分たちが何者かみたいなものをちゃんと地域の人が認識する。それによって誇りも取り戻すかもしれないし、さっき言ってたその遠いってことが実は魅力だったりとか、うん、っていうこともあると思うので、なんかそういうことがブランディングのまずそもそもスタートなんじゃないかな。で、それができればその発信の仕方とか、誰向けにじゃあ届けるのかみたいなのは手法の話なので、あのいかようにもできるのかなと思うんですけど、まず自分がどんな人でありっていうところは、なんかお友達作るのと同じかなって、うん、そういうふうに感じてます。ありがとうございます。その外との関係ってちょっともうちょっと次のところでお話をしたいんですけど、うん、あのその前にそのアマチュアさんの場合に、アマチュアの皆さんで自分たちの価値っていうか付加価値は一体何だろうって相当議論されて、確か一時それはその人だよね、そのものじゃなくて人だよねっていう議論を踏まえて、その上で今の新しい展開をされてると思うんですけど、その隠れた価値っていうのはあの何もものではなくて、多分その文化であったり生き方であったりすると思うんですけど、その辺の議論っていうのは相当されましたよね、青山さんのところで。皆さんでめちゃくちゃしました。もうそのアマチュアの持ってる、アマチュアの持ってる提供価値って人のつながりだよねっていうような議論をされてましたですね。それは、まあ、どこ の, あの場所にもあ違うそのあり方があるんですけど、そこも一つのこう隠れたアマチュアの魅力としてこう抽出しようというふうにされたと思うんですけど、その辺はいかがですか。いや、もうものすごい議論をしまして、でその時にやっぱり自分たちは気をつけようってずっと言い続けたのは、うちの地域の魅力は人なんですって、もう日本中の地域が言ってるからこそ、その罠にこう陥らないようにしようと、本当にその人が魅力だという時に、その人って言葉を使わないんだったら何が魅力なんだってことをあのしっかりと自分たちで言語化しようと、それが、例えばもしかしたらないものはないというその精神がどこまで落とし込んでるかという気質なんだとか、もう一つ海士町っていうのはまさに北前船の寄港地でもあって、その交流をし続けていることがこの人の気質を作ってるんだとかですね、なんかその人が魅力って言うのは簡単なんですけど、何が違うんだっていうところまで言語化しきらないとやっぱり意味がないよねという。でも360度回ってそれでもなおやっぱこの島は人が魅力なんですけども、それをしっかりとないものはないという言葉に凝縮して伝え続けようっていうのがあの語り続けてきたあの言葉かなというふうに思っています。一方でごめんなさい、これちょっと勝手にすみません、僕の方からもしご質問してよければなんですけど、なんかでもこれなんだよねって決めきるときに、やっぱり地域の中での合意形成とか、でもやっぱりなかなかまとまらないときに、僕あのアレックス・カーさんがそのいろんな地域の中であなたの地域の魅力ってここだよねとか、こういうとこ素晴らしいよねって言っても、やっぱ理解してもらったり
なんていうんですか、それだよねってなるのにものすごい長い年月をかけてこられたりしてると思うんですけど、なんかそこの一番強い思いってどういったところだったのかなと、ずっと10年前からお話伺いながら伺いたところなんですけど、まあまずですね、住民たちにはね、そんな熱い思いで、どうにかしようとかっていうのは案外ね、危機感がないんですね、どこ行っても。ですからね、地域の皆さんが一緒になって何かをしようっていうところで成功したところをほとんど見たことないんですね。それより、例えば誰か一人絶対やりたい、あるいは行政がトップの人がビジョンがあって、おじかの場合はまさしくそうでしたね。当時の町長さんはすごいビジョンがあって、とにかくやっちゃおうっていうことでできたんですね。でそうでない場合、ある一人がホテルを作るとか、自分たちで一つの企業、まあ、授業を起こしたっていうケースも、まあ、いろいろケースバイケースありますけれども、まず誰でもいいから何らかの形でやるしかないと思うんですね。で、嫌な場合はやってきながら周りの人たちは少しずつ理解してきた。あ、お客はこんなにやっぱり嫌は面白いと思ってくれるんだねとか、いうつまりお客の反応を見て、分かってくれると思うんですね。その意味で、またもう一つ嫌な場合ね、この亀岡も、南会津やらいろんなところで僕ツアーを組んでやってます。インバウンド向きので、それどういうものなのかっていうのはね、その地域、その村とか町の有名な場所に連れて行かない、見せない。イヤに来たら、カズラ橋に行かないんですね。そう。で、どこ行くかっていうのは、僕はすごく好きな、例えば、巨木っていうか、古い大きな杉の木がどっか山、神社の境内の中にあるとかですね。あと、ちょっと隠れた、かやぶきの集落があったり、誰も知らない、それこそ隠れ里的なところに連れて行くとね、本当に喜んでくれる。で、その地域の良さを分かる。一つね、その地域の良さを分かるには、重要文化財だとか、世界遺産だとか、歴史としてのその拠点とかは大事なんですけども、そればっかりじゃなくてね、案外、それこそ、さっきの、崖ですかね、映像に出た、すごい、ああいう石とか崖とか木とかですね、そういう、あるいはどっか田んぼがきれいに広がっているような、そういうような場所も魅力的なのでね、そういうものをお客に紹介する必要があると思います。そうでないとね、典型的な、つまらない意味でのツーリズムでね、伊予の風橋に来てインスタグラム切れちゃった。でも大体お話の趣旨分かりました、はいはいね、でそうでなくて、もっと全体的としてその地域の良さを見てもらうという必要があると思うんですね。なるほど。そのブランドを考える、その隠れた価値をこう見つけ出すにはあえて、よくみんなが行きそうなところは行かず、なぜそこ行かなくてこなんだみたいな、それ極端ですね、本当は行かず、まあ、それは私のツアーのちょっと特殊的なひねくれたポイントかもしれないけども、健全的な観光っていうのはそういう有名なメインポイントもありながら、そうでない、ちょっと隠れたとか、まあ、田園的な柔らかい良さが残っているようなところも両方ね、あっての楽しみだと思いますね。はい、ありがとうございます。両方あった方がいいと思いますが、まあ、主にやっぱり普通じゃないところ、ここ何っていうところをみんなで考えるとかいうことが、うん、一つの新しい、まあ、これからそのブランディングを考えるうちの、まあ、聞いていただいている皆さんから取ってみると、一つのこうヒントになってくれてるかなと思うんですが、じゃあそれを探し出すにために、今その言われてましたけど、その外部の力、やっぱりずっとそこに住んでる方だと、やっぱり気がつかないし当たり前になってるんですけど、外から来るとあれっていう、もののこう導入がいる、
それからそのもう一つやはりアレックさんも言われてましたが、やっぱり地域でなんとかその地域をこう新しく変えていこう、育てようという強いエネルギーの人たちと、それからそのそれを支えてくださろうとする、まあ、行政だったり、まあ、地域の力のある方々、その外と、中のエネルギーとそれを支える、まあ、その指導的な立場の方、このバランスがすごく大事だと思うんですね。それによってそのものが前に進み出すと思うんですが、このトライをアレクさんはあちこちでやられてるし、青山さんも今回もう長いことアマチュアの皆さんとご一緒に悩みながら前へ進められていらっしゃいますけど、そういった意味でこういうそのなかなかさっきアレックスさんもなかなか地元の方だと、まあ、そんなに急に買わなくてもいいんじゃないっていうのはお持ちでしょうし、そういったものをこうブレイクスルーしていく、まあ、外の力を取り込んだり中にある若いエネルギーを育てたり力のある方にもっとこう前に出てきていただくような仕組みを作る、こうブレイクスルーするときにポイントとなる何かこう考えとかございますかね。まあ、じゃあ青山さん、今までご経験で何かここがポイントだったみたいなのありますか？アマはもっと人たらしですからね。いい意味で。もうなんかもう、なぜか巻き込まれているみたいな、気づいたらなんか中に入ってたみたいなのがあるので、私はもう外からこう連れ、なんかなんか中に入ってたみたいな感じだったので、なんかそういう方がたくさんいるから、なんかそういうコツは本当になんか皆さんきっと知りたいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。アマチュアのことでいうと、そうですね、今、小俣さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ関係人口によって本当に支えられているのは間違いないなというふうには思います。で、一方で何か事業だったり、プロジェクトが起きるときに、やっぱ本当にアレクさん言われた通り、誰がやるんだということを、この島ではもうとにかく問われ続けたなと思っていまして、何があってもやり続ける人は誰なのかという点と、なんか私自身の実感として、その当事者と実はその当事者を何があっても支え切るっていうふうに決めてくださってる方がいらっしゃるなというふうに思っていて、で今回の私の今回の挑戦、私というか今回のこのホテルの授業で責任者は私になりますけども、でも一方でその この授業を何としてもそのやらせ切るんだっていうふうに、信じ切って支え切り続けてくださった方が地域の中にいて、おそらくこの存在がなかったら、多分 いくら自分がもうやりきるんだと決め切ってたとしても、まあ、ハレーションももっともっと起きてただろうし、どこかで折れてた部分があっただろうなと思うと、今回遠投において私にとって非常に重要だったなと思うのは、当事者である、まあ、当事者の覚悟はもちろんなんですけども、それを支え切るっていうふうに決めた、なんかその地域側の支援者の、まあ、お互いの覚悟みたいな部分が一つ重要だったのかなというふうには、すごく思っています。アレックさんは、まあ、本当に幅広くいろいろなところでご経験をされていると思いますけど、そういう観点でそのなんかブレイクスルーするきっかけとかポイントとかいうものは何かございますか？まず案外単純でね、とにかく決心してやること、それしかない。で、大体日本の残念ながら地域のこういう事業の多く、もう9割も 100に近く、行政のバックはまずスタートの時点でですよ、まあ、その初期投資として僕は思ってるわけですけれども、それがないと成り立たないケースがほとんどなんですね、残念なんだけども。何もかも行政頼りにしたくはないけれども、少なくともその施設を作るとか古民家 の、の直しだとか、そのぐらいの資金などは、行政から出るもんなんですね。毎回おじかもそうでしたし、家もそうですし、大抵みんなそうなんですね。でその意味で誰かその村とか町の中で決心ができる、一つの、まあ、断定して決める、まあ、それだけのガッツのある人が誰かいないと進まない、どこにも。でそれが本当に大事なんですね。一旦やってうまくやればね、成功するものなんですね。日本にはまだかなりね、その地域に行ってみたい、スマートな宿で泊まってみたい、地域の文化をちょっと勉強したいっていうニーズ、潜在的なニーズがまだまだいっぱいありましてね、
作れば人が来るっていうことは確実言えるんですね。しかし、ぐず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 作れない、責任をしたくないとか、予算うんぬんとか何とかかんとかでつい、流れてというのがほとんどの地域、の状態なんですね。ですから、いや、もう、まあ、それと、そこそ当時の市長、三好市長の、まあ、一つの線、彼はやっぱり先を見る目があったんですね。今の市長も支えてるわけです。そして、おじかも、当時の町長、そういう人たちがやっぱり、やろうということでできたんですね。ですから、ぜひ、例えば今日の話を聞いているのは、例えば民間の人多いかもしれないけども、何かをやろうと思えばね、動かないと地域が死んでしまうので、危機感持って、とにかく失敗してもいいから、やっちゃおうなっていうのを、どこかで行政に伝えないと、進まないんですね。で、そういうことを、とにかくやったところは勝ちなんですね。で、最初、初期投資は行政かもしれないけども、動き出すとですね、後の運営、経営などは、まあ、地元の、何か、まあ、経営団体、会社でもいいし、NPO でもいいし、つまり、地域にそれ以上の、まあ、金銭的な予算がかけられない、かけないように、一人歩きできるんですね。で、そういう形取っておけば、お客来てくれる、賑やかになった、そういう地元のそういう食材など売れる、ね、夜に、街を歩いてどっかレストランに入る、お客来てるな、嬉しいなっていう、つい地域の人たちがついてきてくれると思うんですね。なるほど、ありがとうございます。この観点は小俣さんいかがですかね。いやでも本当に今アレックさん言ってくださったように、やっぱりなんかみんながやってないからやれば変わるっていうのはすごくあって、やっぱりちょっとみんな怖がってたりとか、だからそういう時にその行政の補助金とかそういったものありますけど、切り出しのところでしかね、使えないものは当然あるんだけれども、上手にその覚悟を決めたらやる、とにかくやるっていう、ただ一緒にこう走ってくれる人とか、その海士町で言ったらそういう陰で中で行けって、こうボロボロになっても帰ってくるとか、俺のところに帰ってこいみたいな、そういう人がねいたりとか、なんか少人数でもいいからまずやるっていうところやっぱりすごく大事だなと思うし、やっぱ動いてるところに人が集まってくるので、あんま見てるとそういうところもすごく感じるんですよね。なんか10年前にいろいろこう島の中で動いてた事業、教育のことだったりとか、水産のその、産業の改革であったりとかやってたことが、今もう転線があってもう面になってみたいな、それがジオパークで前に進んでいくだみたいな形で全部こうつながっていこうとしているので、やっぱりこうそれぞれの分野で頑張ってる人たちもいるので、そういう人たちと何か連携できないかとか、一緒に考えてみたりとか、心細い時はね絶対いるはずなので、小さくてもやるやる、それによってこう雪だるまみたいにどんどん膨れ上がっていくと思うので、うん、一歩はまず踏み出す自分がっていうところはあると思います。うん、ありがとうございます。少し時間が押してきて最後まとめに入っていきたいと思うんですけど、今日まあ皆さん議論していただいて、その特に外国人を迎え入れるという観点でいくと、その要するに宿の問題が非常に大きいということで、宿をどういう形で、提供していくかっていうのはそれぞれ地域の特性があると思うんですけど、その中でもう一度、そのやはり宿ってとりあえず泊まればいいっていうわけじゃなくて、宿で過ごす時間、宿で考えること大事なので、宿の役割というのはきちっとその外国人、特に外国人の場合は必要である。それからもう一つ、その隠れたヒドンストーリーですね、それを見つけるってことは、外国人にとってみると私だけのジャーニーができたと、私はこうみんな同じとこ行ってるけど私はこんなもの見つけたよという、まあ、お宝を持って帰れるの でそれはよりその表面的なそのものではなくて、もっと深い人間同士の付き合いになるかもしれませんし、何か分かりません。それはそれぞれの地域でやっぱり多分埋まっているものを皆さんで発掘して、それをこううまく
外国人に伝える必要がまあ、あるんだろうと。だからこういう活動はやはりその地域の中だけで考えるとなかなか難しいので、外の力をうまく使いながら、場合によってそれは海外から来る外国人の方と一緒にワークショップやったりスタディツアーすることによってより深まるということで、外の力をまあお借りする必要があると。それから最後はやっぱりそれを前に進めなくちゃいけない。特にやはりその海外の方と接触しながら海外の方に満足いただいて、しかも我々も彼らから新しい価値を学び取るっていう活動には相当エネルギーと覚悟が必要で、これはまあみんな誰かやってくれればいいと思ってるんですけど、そこをもう勇気ある人がとにかく前に出ると、それで、まあ力のある地元の方に応援をお願いする、外のものはその小又さんや私のようにどんどん巻き込まれちゃうみたいな形の演出、まあ、アレックスさんもそうですよね、が必要だと。まあそういうことでその、まあ世界に広、世界にまあその地域のブランドを開いていくという活動ができていくのかと思うんですけど、最後にあの皆さん一言ずつその各日本各地でこういう問題に苦労されている仲間の皆さんにですね、何かそのキーというか、なんかエールのようなこのキーワードだよっていうのは何かあればですね、一言ずつお願いしたいと思うんですが、じゃあどうしましょう。じゃあ青山さんからいきますか。ありがとうございます。難しいです。でも本当にあの今白井さんがまとめてくださった通りだなというふうに感じました。でアマチュアはもう先ほど来話が出ているやっぱ関係資本っていうものに本当に支えられているし、これから先もますますそういう島になっていくと思っていますので、多分本当にこれをやりたいとイコールでこれに困ったが出てくると思うので、まあ、それをもう出してしまうっていうことを、まあ、これからもやり続けるのかなというふうに思っています。そこに参画してくださる方が仮に住んでる場所が離れようとも一緒にやっていくっていうそのスタンスはなんかこれからも私たちはやっていきたいですし、なんかそこをご一緒していただけるような企業さんとか地域さんと連携をより一緒にできていったら僕らは嬉しいなと思っています。はい、今日はありがとうございます。じゃあアレックスさんお願いしてもいいですか。まずね、世の中から隠れた離れた、ね、不便、そういう場所が素晴らしい、そういう場所にニーズがある、お客が行きたいんだという認識は大事だと思うんですね。でみんなね怖がってる。だいたいどっかにそういう例えば古民家再生の事業の話が出てきたときに、こんな不便な何もないようなところに局地とか来るのかなってね、必ずそういう、文句っていうか質問が出てくるわけよ。しかし確実に来ます。今こそね、それこそインスタグラムの時代、Facebook の時代ね、情報発信がもうあっていう、まあね、いい優れたすごいしゃれたなんかいいものが逆に神秘的に隠れた場所にあるとね、人がもう次の日から来てくれる。そういうつまりちょっとこれまでの時代との事情が変わってきたのでね、それの認識の上で怖がらないでとにかくやりましょう、やってみようねって、やってみて見てくださいねって言いたいんですね。ありがとうございます。じゃあまた小松さんまとめになっちゃいますけど。あ、そうですね。もうとにかく今最初でも話したんですけど、コロナで今までなんかなんていうのかな、これできなかったなみたいなこととかもう全部まっさらになったじゃないですか。でもしかしたらなんかこれできなかったけどコロナでなくなっちゃったからやれるかもみたいなものとかも絶対あるはずなんですよね。なので本当にまたさっきの話じゃないですけど、まずやれることからやる。あとはその気に入ってくださる方、さっきの古民家だったりその古くて小さくてみたいな、自分たちはそんなものに誰が価値を感じるんだろうって思っててもわからない、それは全然わからない。でそういうものが各地にきっとなんか古民家じゃなくてもいろんなものがあると思うので、そういったものをとにかく自分たちでまず気づくことで、外の方の力も借りながら自分たちでまずこう棚卸しをしてくっつけたりちょっと色変えてみたりとか、あとはちょっと削いで、ね、リブランディングしてみたりとか、そういう作業を今しっかりをして自分たちが何者なのかみたいなことを確立したら、そこを好きだって言ってくれる人ってもう絶対いると思うので、で数を追わないことですね。そこで欲を色気を出さない、八方美人にならない、自分たちこういう人たちです、
なのでそれを好きだって言ってくれる人に気に入ってもらう、でいつ応援してもらうっていう、そういう何か何て言うかな、スタンスを、立ち位置を今一度自分たちで見つめ直す、あとは行きたい方向を何かこう見定めるみたいな、そういう風な時間にしてもらえたらいいのかなって、思います。ありがとうございます。今日は皆さんお忙しい中お集まりいただきまして、あと視聴してくださっている皆さんもありがとうございました。一応時間となりましたので終わりますが、今日の皆さん、今回のこういう場で何か発見をお持ち帰りいただければありがたいなと思います。とりあえずこのセッションはこれで時間が来ましたので終了させていただきます。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。